皆さんこんにちは、阪急百貨店の高橋です。今日はですね、フランス人の料理家ボクダンさんをお招きしています。どうぞ。こんにちは、ボンジュー。ボンジュー、ボンジュー。料理家のボクダンさんをお招きしているということは、今日は一体何を作るんですか？アペリティブ作りましょうか。あ、こうね、僕もね、アペリティブが何なのかっていうのをね、こう勉強してきました。フランス人の人がですね、こうお酒とおつまみ、これを食べながらですね、大切な人と一緒に過ごす大切な時間、これのことをアペリティブ、まだこうアペロとかっていうのを言いませんか？うん、完璧です。ああ、ありがとうございます。このアペロを今日作っちゃおうということで、ボクダンさんをお招きしました。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはどんなアペロを作りましょうか？いや、簡単だけど、綺麗なのアペロ。ピンチョス。ピンチョス、どんなアペロですか？ピンチョスは一口で食べるのおつまみです。あ、なるほど、一口でこう食べるおつまみを今から作っていきます。それでは、食材の説明をしていきます。これは、ベルイロワーズ社のオイルサーディンですね。そうです。こちらもこちらもオイルサーディンですけれども、パッケージが違いますけど、どういう違いがありますか？黄色のやつはレモン風の味、緑はグリーンペッパーの味がする。あ、そうですか。フランスではこうオイルサーディンにいろんな風味のものがあるんですね。これ、このオイルサーディンの缶から出したものがこちらです。大きいですよ、これ。それは、フランスには普通のサイズので、こちらのこれはオイルなんですけれども、ドメーヌ・サルバトールのオリーブオイルです。こうね、少しこうパッケージを見ますとですね、柑橘系の絵が描いてありまして、柚子とカボス風味。これはオリジナルの香りですね。ああ、これは美味しそうですね。オリーブオイルはフランス製で、こうカボス、柚子は日本製の。魚とか鶏肉をかけるわ。あ、美味しいです。あ、爽やかですからね、こちらの方が合いそうです。とても楽しみです。それでは続いて調理に移っていきます。はい、作りたい。始めよう。あ、始めましょう。それではお願いします。はい。じゃあ先は、食パンのトーストのベースで作りましょう。あ、トーストベースのピンチョスを作りますね。はい。まずはトマトを刺して、この時あれですね、上になる食材から刺していくのがポイントです。で、生バジルですね。生バジルを串に刺して、そしてうずらの卵。あ、もうこの段階で黄色、緑、白の3色の食材が串に通りました。はい。あとはパン、アンチョビはパンの上に乗せる。アンチョビ、そうですね、オイルサーディン、アンチョビをパンに乗せて。アンチョビじゃなくてイワシね。イワシね。オイルサーディンをトーストの上に乗せて。あ、僕はいいんですか？どうぞどうぞ。これ真ん中に、真ん中に乗せて、真ん中に串を刺します。あ、なるほど、トーストしてますから硬くて刺しやすいです。これで出来上がりですか？出来上がりです。あ、早いですね。早い、10秒ぐらい。これがトーストベースのピンチョス。うん、そうです。なるほど。なんとこちらに置いておきましょうね。じゃあ2つ目の種類は、はい、チーズのベース。チーズベースですね。はい。今回は爪楊枝使いたい。あ、なるほど。爪楊枝でもピンチョス作れるんですね。じゃあ今回は赤いのトマト。なるほど。先ほどと同じようにトマト。今回は赤い方を刺して。生バジルですね。生バジルを刺して。あ、何ですか？これはね、カチョカバロじゃないです。あ、モッツァレラ。モッツァレラだ。モッツァレラチーズのミニボールを刺します。お願いします。ありがとうございます。同じようにオイルサーディンを一口大に切って、ベースのチーズにのせて、また私が最後に、はい、いいんですか？力なしは今回。あ、力入れなくても大丈夫ですか？あ、なるほど、チーズが柔らかいので力入れなくてもさせますね。お、あ、もうちょっとさっかりさせて、このようなピンチョスが出来上がりました。美味しそうですね。すぐできました。すぐね。おお、これでもう2種類できちゃうってことですか？そうだから
10個20個はすぐにできるね。あ、すぐにできるのためにね。こう食材を用意してたらもう短時間であっという間に作れるっていう、うん、あ、すごく、ね、お忙しい方にもおもてなしの一品としておすすめのアペロでした。ビンチョフ、アペロをどんどん作っていきましょう。先ほどが冷たいねアペロでしたので、そうですね、今回はあったかいアペロいいな紹介してもらいます。どんなアペロになりますか次は。ちょっとプレートでじゃがいもと、そば粉味のイワシ使いたい。あ、なるほどなるほど、イワシとポテトのホットプレートを作っていきます、はい、イワシとポテトのホットプレートの食材紹介です。まずは、そうですね、オイルサーディンなんですけれども、こちらのオイルサーディンはそば粉の風味のオイルサーディンなんですね。オイルじゃなくてバター。あ、なるほど、バターサーディンなんですねなので実はこの、バターサーディン、先ほどボクダンさんこう温めてらっしゃいます。はい、そうです。なんで温めた方がいいんですか。バターあるからは中にはちょっと硬いです。あ、なるほど、柔らかくするのために。で、じゃがいも、じゃがいもメイクインの方がいい。あ、なるほど、今日はねちょっとメイクインが、品切れでしたので男爵使ってますけど、固めのじゃがいもメイクインの方がおすすめです。で、これはきっと塩ですよね。塩です。で、ここはガーリックパウダー。あ、この黄色い粉はガーリックパウダーですか、うん、材料はこれだけですかね。ではフォークで、魚を出しますね、はい、フォークでバターサーディンを出していきます。あ、やっぱりイワシ大きいですね、バターサーディン、はい、よく見てこの缶詰の下には何ですか。それこれね、先ほど教えてもらったんです、そば粉が入ってるんですね。そば粉とバターはすごい美味しい。あ、そうなんですか。 もったいない。あ、これ捨てないんで、うん、ちゃんと置いておく。オーブンで焼くときはこれもちょっと温める。一緒に缶ごとこれも温めるといいんですね、はい、では今からはオーブンで200度ぐらいは8分。あ、200度で8分、こちらのプレートごと加熱していきます、うん、もうすでにオーブンは予熱してあります。はい、予熱しました。8分、200度。はい、バイバイ。しばらくオイルサーディンは後ほど登場です。それでは次に、じゃがいもを調理していきます。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあスライサー先使いましょう。はい、2mm ぐらい、2mm ぐらいに厚さを合わせて。さっきは、じゃがいもを洗って拭いて、はい、むかない。あ、むかない。じゃがいも洗って拭くだけです。皮はむかないんですね。うん、これはもう普通にスライスですね。おお。このスライスしたものをきれいに重ねて、お。いやこれもういきなりですか、これ怖いな。あ、おあ、そんなに力入れなくても。最後まで。どうだ。ありがとう。いいですか。うん、いいです。次はホット、中火で、中火でかけて1枚ずつ先ほど抜いたじゃがいもを並べていきます、うん、塩とガーリックパウダーを使うんですね。はい、お願いします。え、あ、僕は巻くんですか。あ、そうですか。これぐらいでパラ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 、こんな感じでいいんですかね。で、ガーリックパウダーも、はい、お願いします。一杯の方がいい。これは一杯の方がいい。味がする、はい、ガーリックパウダーは豊かに入れましょう。このじゃがいもはどれぐらいですか、色が少し茶色になるまで。だいたい何分ぐらい加熱しますか。一つのサイドは3分ぐらい。あ、こんな感じです。 あ、いいですね。いいです。少しね、火が通ってこんがり色づき始めたら、じゃがいもをひっくり返していくんですね。早いね。あ、とても早いですね。美味しそうだわ。もうすぐできました。もうすぐできる。はい。はい、
そんなら食材の加熱が済んだようです。まず取り出しましょうか。出しましょう。 OK。 暑いですからね、当然のごとく取り出しましょう。あ、皆さん見てください。こう油がクツクツとこう、こう煮立って、美味しそうですね。いいですね。出来たからでも油がちょっと多すぎるね。クッキングペーパーで油を吸い取りましょう。仕上がってます。では今日は綺麗お皿を選びました。はい、あとじゃがいもは好きなのパターンをして私はこんな感じです。はい。好きなパターンにこう並べていくんですね。こう乗せていきましょう。あ、すごくいい匂いがします。こうガーリックパウダーのガーリックの匂いとイワシの匂いがとても。最後は何ですか？これそば粉ですよね。このバターとそば粉はすごいいいトッピングです。あ、そうですか。これすごく便利ですよね。バターサーディンを買うとトッピングのそば粉までついてくるっていうのは、素敵な一品ですね。はい、準備は終わりました。そういう感じです。もう一つアペロを作っていきます。次はどんなアペロを作りますか？はい、簡単な サラダを作りたいんだけど、素晴らしい食材使いたい。ああ、なるほど、サラダを作っていきますよ、ドメーヌ・サルバトールのオリーブオイル。ベースはマスタード、レモン、オリーブオイル。あ、なるほど、ベースですね。続きましてサラダの材料です。今日は、ベビールーフと、ルッコラを用意してますけれども、レタスでももちろん結構です。で、トマト、これはあれですね、モッツァレラ。モッツァレラ。サラダは、サラダのポイントは味がいいけど、ビジュアルもだからいろんな色が、白色とか黄色、なるほど、緑色と、クルトンですね。クルトンなければ食パンでも作れるんですよね。そういうフライパンでバター、ガーリックパウダー、塩コショウ少し焼いていく。以上が食材です。それでは作っていきましょう。まずはドレッシングからお願いします。フレンチドレッシングはシンプルでもポイントがある。はい、はマスタードとオイルを混ぜる。少しマヨネーズっぽいのミックスになる。はい、大体私は、小さいスプーンでマスタードは、2人の分は1個。あ、なるほど、2人分でマスタードスプーン1杯分を入れますね。あとは柚子のやつ。今日は柚子を使います。はい、1回で全部を出すじゃなくてどんどんね。あ、なるほど、1回に全てのオイルを出すんではなくて混ぜて少しね馴染んできたら再びオイルを追加していきます。オイルの分はちょっと好みで。あ、好みで。好みで。もうこのオイルは美味しいからはたっぷりね。あ、そうですね。柚子の香りは分かりますか？しますします。美味しい美味しそう。すごい爽やかな、いい匂いしますね。なるほど、馴染んできますねオイルが。あ、こういう風にするんですね。これはどんどんはこういうペーストになるね。本当ですね。あ、本当だ、ペースト状になるんですね。これがフレンチドレッシングの基本になるわけですね。それはできました。はい、酸っぱさするのためにはレモン汁使いましたね。あ、なるほど、酸味を出すためにレモン汁使いましょう。でも好みで、味がお好みで。それで酸味が強い人は当然多めに入れてください。混ぜていきます。今は均熱なソースになった。本当だ、ソースになりました。ペースト状からね、レモン汁の水分が加わることで、ソース状になりました。レタス、トマト、モッツァレラ、塩、コショウはないからはここに入れましょう。あ、なるほどなるほど。ドレッシングのポイントはしょっぱすぎる、辛すぎるの方がいい。すごいストロングな味がする。でもこれは、優しいの味だ。バランス混ぜて。あ、もうね、一番美味しいところだけいただいてますよ。使うの前には味見して、トマトグテンティーパー。なるほど、なるほど。はい、どうぞ。味見するんですね。
味見をしてみましょう。美味しいやん、スパイ、いいですね。いいです、酸味効いてて美味しい。よかった。でドレッシングを入れる、カップに移して、ドレッシング出来上がりました。はい、それではサラダ盛り付けていきましょうか。我慢できない。もう我慢できないです。もうちょっとです。はい、はい、もうちょっとで出来上がりです。もちろん先はサラダ。そうですね、まずは葉っぱのベビーリーフとルッコラをお皿に敷き詰めていきます。はい、アンプルトマト。トマト。少しトマトね。少しトマト。すごい色は。そうですね、もうこの段階で彩りがすごく豊かですね。でモッツァレラチーズを散りばめていって、で最後にクルトンですね。ね、こういうサクサクっとした食感のクルトンが入るとね、非常に楽しくなりますよね。サクサクは、うん、いいですね。おお、サラダの盛り付けもスムーズに。だだいいですね。で最後にこうドレッシングをこう。私じゃない、私がやるんですか、うん、まんべんなくな感じですか、はい、こう先ほど作ったドレッシングをサラダにまんべんなくかけて、サラダの出来上がりです。美味しそうです。この後それじゃあもう今日のアペロはね作り終えましたから、アペロの時間です。もうアペロの時間です。もう早速それじゃいただきましょうか。アペロ出来上がりました。あ、ついに、うん、まずは乾杯しましょうか。はい、サンテー。サンテー。どうも、うん、よかったらピンチョースどうぞ。 ありがとうございます。ほなまずピンチョースね、うん、いただきます。ピンチョース、ボナペティ。ありがとうございます。どうだった？とっても美味しい。あのですね、この何ですかね、オイルサーディンのこう、うん、こう味の強さとこうお野菜の爽やかさがこうねマッチして、すごくバランスが取れてる、ね、うん、すごく美味しい。そばこのイワシは味見してください。ああ、ぜひ、しちゃいますよ。これは美味しいわ。素晴らしいな、うん、ここにご飯があったら進みそうな、こうしっかりとした力強いお味です、うん、美味しい。なんかそばこの風味もこう出てて、そうね、非常に楽しいですね。ドレッシングとサラダはどんな感じですか？ああ、そうですよね、ちょっと美味しい。いただきます。ボナペティ。ボナペティ。ああ、すごくドレッシングがアクセントが強いので、最初はこうドレッシングのこう酸味だったり意味がある、ね、ソルティーな感じがしますけど、その後こう、はい、こうベジタブルとベジタブル、ね、チーズの風味がやってきて、うんうん、こう時間が経つと味が変わって、このドレッシング、このドレッシングとサラダもお家でやってみてね、うん、簡単だしね、いいですよね。よかった、うん、美味しい美味しい。まあね、こういうご時世もありますけれども、なんかぜひね、平和になったらこうね、ご自宅に友達招いて、はい、ま、今度は高橋さんのうちは誘ってください。おー、それでこのドレッシング作りますか。はい、はい、お願いします。わお、ありがとうございます。本日は料理家のボグナンさんにお家でも簡単にできるフランス流のアペロを教えていただきました。今日のアペロに出てきましたオイルサーディンやオリーブオイルは阪急フランスフェアのオンラインストアでも販売いたします。オンラインストアは2月23日火曜日18時から販売開始です。阪急梅田本店ではフランスフェア、フェア自体ですね、は3月17日水曜日から開催いたします。ボグダンさんはフランスフェアにはお越しになられるんですか？うん、今年も、お店をやります。あ、そうですか。シャンパーニュバールのテーマ今年です。あ、シャンパーニュバーやられるんですね、うん、合わせるのお料理とシャンパーニュと、のお店にしてます。ヒントはフォアグラがあります。お、フォアグラも出てくるそうで、いや、これは楽しみですね。はい、
それじゃあ皆さん、フランスフェアでぜひお会いいたしましょう。アビアント。